フルトン軍はアメリカ合衆国オハイオ州の軍の一つである。2000年現在の人口は42,084人、軍庁所在地はウォーシオンである。軍名は蒸気船を発明したロバート・フルトンに由来をする。フルトン軍はトレド都市圏の一部にあたる。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍の総面積は1,055平方キロメートルである。 このうち1054平方キロメートルが陸地、1平方キロメートルが水地域であり、総面積の0.09%を水地域が占めている。2000年現在の国勢調査で、この軍の人口は42,084人、15,480世帯、および11,687家族が暮らしている。人口密度は40人平方キロメートルである。 15件、平方キロメートルの密度に16,232世帯の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は、白人95.65%、アフリカン・アメリカン0.24%、先住民0.26%、アジア0.42%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種2.31%、及び、 根結1.08%、人口の5.76%はヒスパニック、またはラテン系である。15,480世帯のうち 37.、37.10%は18歳未満の子供と同居しており、63.20%は夫婦で一緒に生活をしている。8.20%は夫のいない女性が世帯主であり、24.50%は 独身である。全世帯の21.10%は一人暮らしであり、9.40%が65歳以上である。平均世帯人数は2.69人であり、平均家族人数は3.13人である。この群の住民は28.30%が18歳未満の未成年。 18歳以上24歳以下は7.70%、25歳以上44歳以下28.70%、45歳以上64歳以下が22.60%、65歳以上が12.70%で、ある。中央値年齢は36歳である。女性100人あたりに対しての男性の人数比は95.60人で、ある。 18歳以上の女性100人あたりに対しての男性の人数比は93.30人である。この軍の一世帯ごとの平均的な収入は44,074ドルであり、家族ごとの平均的な収入は59,52ドルである。男性36,180ドルに対して女性は25,137ドルの平均的な収入である。 一人当たりの収入は18,999ドルである。人口の約4.00%及び、家族の5.40%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の6.10%と65歳以上の4.60%は貧困線以下の生活を送っている。詳細は、 オハイオ軍政府を参照フルトン軍のコミュニティ及び、軍区都市村軍区他のコミュニティ、ありがとうございます。